園田の地元のお刺身の下には砂利が敷いてあります。ダウキューマン9億。ダウキューマンはすみです。ダウキューマン園田です、ね、改めましてよろしくお願いします。お願いします。ということでね、どうですか園田さん。いや嬉しいね。なんかこんなに聞いてくれてたって思うと。いやだ、確か最近急激に増えてんのよ、聞いてくれる人が。うん、だから本当に緊急でやるってなったから40人ぐらいかなと思ったら、うん、昨日時点で80枚売れてますって言われて、ちょっとトーク内容全部直したもん。ちゃんと喋んなきゃと思って。さすがにアットホームにはちょっと行かない、ね、トレーダーの皆さんがせっかく来てくださってるんで今日は。ふふじゃないのよ。ちょっとあのね、遠くてね、あんま聞こえないんですよ。違う違う違う、緊張してるでしょ。いや、してない。じゃあ俺はなんかリスナーのことをトレーダーって呼ぼうと思ってたの、うん、なんで。なんで。いや、ダウだからさ、株価で。あぁ、トレーダーじゃん。おい、ダリエマシなんだ。ファンでいいんだよ、ファンで。いや、リスナーはだってあるじゃん、呼び方が全部。それを今日決めたの。俺はラジオに憧れてるんだから、ずっと基本的には。リトルトゥース的なことだよ。あんま言わす、あんま言わす、あんま言わす、あんま決めんな。いや、だから、でもいろいろさ、だからこう、来てくれる人が増えてたから、はい。ちょっと俺、グッズ、作ろうと思って。おう。今日、持ってきたんですよ、グッズ？うん。え？ 9 億の？まあ、ダウの。ダウの？ダウのグッズ1個ちょっとね、持ってきたんで、ちょっといいですか？見てもらっても。いいですか？ああ、ありがとう。なんで、あ、いや、着てんな。パーチの黒がだいぶついてますけど。これあの、何ですか？ほんと大変だったよって書いてある。これあの僕らのコントのバーカウンターってありまして。ありますね。それのあの園田の一セリフ、ほんと大変だったよ T シャツ。これを売ろうかなと。なんでそれ一個なんだよ。園田に黙って作っちゃったんですけど。ちなみに裏にほんとバカだよねって書いてある。これ良くないですか。ねえ。ね、かわいいけど。かわいいでしょ。うん、かわいい。売ろうよこれ。そういうのってなんかいろいろ作るんじゃないの。これ1枚マジ。これ1枚真っ向勝負で。でもなんかギリバレない気がするんだよな。ダウの T だから、ダウ9万の T シャツだってなったらあんま買わないと思うんですよね。あんまいらなくないですか、その、うん、これはダウ9万の T シャツなんだなって思われるより、なんかしれっと着れるやつの方が絶対いいじゃん、こういうのって。うん、そうだね。そうだから、これをさ、うん、これだからすずりで作ったから、別にマグカップにもできるし。これ全部いけるから。おい、マジでそれ1個でいこうとしてるじゃん。あのね、欲しいグッズが何なのかがあんまり分かんないよな、やっぱな。そうだね。ね、みんなが何が欲しいのかっていうの、教えてください、それを作るので。俺ライター作ろうと思ってたんだよ。ああ、いいね。と、あとあれ、うん、鍵の、あの旅館の鍵の、分かります？ね、クリスタルっていうの、あれ作ろうと思ってたんです、うん、あの2つ作ろうと思ってた。なんかラブホテルみたいですねって言われてやめちゃったんです。ライターとね、うん、あのそうだ、ハッシュタグ9億でね、つぶやいてもらえると僕ら確認できますんで、全然携帯いじって、あの写真撮影も全然 OK なので、あの好きにつぶやいてください。でそこに欲しいグッズとかあれば言っといてもらえれば、いつかね、予算に余裕が出たら作れるようになりますから、グッズも。確かに ねどっかで売りたいなとは思ってるんで、うん、いろいろ作っちゃえばいいもんな。なんか欲しいもある？私？うん。まあでもパーカーは欲しいけどね、今の時期。あ、パーカー、でも服はだっていらないと思うよ、着る？そんなん言い出したら。俺、東京ダイナマイトの単独のタオル一回も使ったことないよ。欲しいと思って買ったけど。あ、ほんと？いや、もうそうなってきても、だから洗剤よ、じゃあ洗剤。食器用洗剤。食器用洗剤はマジでいい。いやいやいや、なんぼあってもいいから。ラパルフェさんじゃないんだから。だからまあグッズもね、作っていきたいし、うんうん、
今日で言うとどうなんかこれ話そうみたいなのあんの今日は。ちなみにこれ話そう、いろいろまあありますけど、まあでもダウ9万の箱の評判やっぱ俺も見ちゃうんだけど、なんか、まあ、どうしてもそのね悪い意見はさ、まあ見ない方がいいというかね、まあまあね別に見るもんではないんだけど、ちょっと一個だけ、あんまりにも厳しすぎる意見があって、ちょっとそれ蓮見に言っとこうと思って。やだよ。気をつけて。これ気をつけてって。いいよ見ないふりしてんだから。あの一人だけ一回放送の時に、あの蓮見の聞き終わってなんか感じたことを書いてて、喋りながら笑うなって言ってました。厳しい。人ってそうなの？ダメなの？蓮見が喋りながら笑ってるのがめちゃくちゃ嫌だったらしい。いやみんなやるでしょそんなの。淡々と喋り続けろってこと俺。そう。え今日じゃあそれでやってみようか。ウケないよだって。あんまり面白くなかったなって時に笑ってんだから俺だって。間をつないでんの？そうそうよそうよ。あでも面白いですけどねあのラジオね。あの人遠くにいいやついるんだけど。これ全然食べたいと思わない俺。え俺すごい食べようと思ったんだけど今。食べなよ食べなよ。食べまーす。そうだよ、ね、何でも食うんですよそのだって。俺が残したものとか全部食べてくれるから。うまい。おい緊張してんじゃん。あ結局もう一人喋りみたいになるよまた俺の。えどれみたいに9億あ9億じゃあもう俺もふざけやがって。いやあのでも最近ほんと忙しくさせてもらってて、おポテト食ってんじゃねえよ。始まっただろなんとなく俺のトークが。ノーザンフライドポテトな。うそ。なんかね忙しくさせてもらい始めてて、今月俺もうコラム4本書いてるんですけど。コラム4本書いてもうだ今何12月9日でしょ、俺コント13本書いてた数えたら。1本2品の黄昏だし。おいむずすぎるよ。何なの03書いて虹の黄昏書いて03書いてんだから。切り替えができない俺。お笑い界を担わされてんのもうすでに。そんなことないけどなんかそうでなんかね息抜きしたいじゃない、で一個まだ言えないんですけどお仕事ってねあの広島に行かしてもらったんですよ。はい。であの前乗りさせてもらえて、次の日朝からでその日前日ちょっと早めに行って、まあ観光とかしてていいですよみたいに言ってもらったから、広島に一人で行ったんですよ、で宮島水族館ってそこに行きたくて、で行ったの、3時ぐらいに着く新幹線で行ったのね。でそしたら4時閉館だったの宮島水族館が。で広島駅から宮島水族館まで1時間半かかるって、あら広島駅で発覚したのね、でもう行けないじゃんじゃあ水族館には、でもその1日暇じゃん広島で、何しようと思って、で次の日の日程で大体観光地こう回れるのよ、だから別に観光地に行く必要もないの、どうしようって思って、でも広島せっかくだから楽しみたいじゃん、でちょっといろいろ歩いてたらあの広電、広島の路面電車、これは乗っとこうと思って、乗って、でもなんかずーっとあれ行ったことある人分かる、ずーっと市街地走ってるだけなのよ別に、なんか俺が見たい広島の景色にならないの全然、でどうしようかなと思って、もうなんかずっと乗ってもしょうがないから降りて、そしたら大きいビームスがあったのね。入ってさ、入ってる。でビームス見てさ、あーいい服いっぱいあるなとか思ってさ。で何もかず出てさ、やっぱ広島楽しまなきゃ俺と思って、慌てて歩いてたらさ、
大きいミスタードーナツあったの。大きいねどこも。でも名物食べたいじゃん、うん、お好み焼きとか、うん、うわーとか思ったんだけど、うん、気づいたらポンデリング3つ食べててやばいやばいぞこれって思って、うん、慌てて出て、うん、ちょっともう行こう探して無理やりにでもって、うん、なんか調べたら一応あったからお寺みたいなのが、うん、そこ庭園みたいなのがそこ行こうと思って向かって歩いてたら、うん、大きいラウンドワンあったのあらまあラウンドワン大きいもんな、うん、でメダルゲームしてアニマロッタやってた一人でアニマロッタやんな、うん、気づいたら気づいたら夜9時になっちゃっておい5時に入ったんだよラウンドワン俺広島で4時間メダルゲームしたやばいやばいやばいってなって、うん、でホテルチェックインしようと思ってホテル向かってたら大きいブックオフあってボボボボボボボ3冊買ってホテルで読んで寝て終わったんだよおいこっちでもできるって全然めちゃくちゃでもなんかだからもうやり方わかんないんだよね旅行とかもう慣れてないからああだから聞けばいいんだよ人にうんだ前田がさ前田広島なんですようんそあそうだねそう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 で前田に LINE 送ったらさ、うん、仕事中なんでごめんなさいって言われておい迷惑かけんなってあんま最悪メロンソーダと漫才クリームソーダ来ちゃいました、ね、ありがとうございますオブリビオンブラックハイボールいただきましたありがとうございます酒が2杯園田あんま飲まないでよ怖いからえいやお酒あんま強くないじゃんお前え そうなの強いですけどねあのね、メールをね、何個かもらってるんですよはいちょっと読んでもいいですかね、メールに行かないともう俺に可能性がないってことですかだって何にも喋んないですよどうしてめっちゃ緊張してないですかどうして大丈夫かそこに上原いるから変わるか変わんねえって絶対俺とななあ、そっか今ややこしいか日本語がね俺との実力が変わんねえってことですよああそういうことねああちょっと繋いどいてメール探すから今ちょっと体調が最近良くなくていや言い訳じゃないっすよこれは家にいたんすよでちょっと暇つぶしにサスケの公式 YouTube を最近ずっと見ててでサスケ完全制覇者って4人しかいないの知ってます俺もっといると思っててで最初が秋山さんって、ね、カニをこうやって登場した有名な人いますけどそれが1999年に完全制覇してでその次が終わったな今話が続け2006年に長野さんあの漁師の知らねえだから7年間完全制覇が出てないのにあの番組続いてたでもう今のところで終わってんじゃねえだろうな違うでそっから漆原さんとかあとサスケくんいやも森ちょっと名前忘れちゃいましたけどその4人しか出てなくてで年末今年の年末にやるんですけどだから1997年ぐらいから今まで 4人しか出てなくてでその間めちゃくちゃ空いてて完全制覇次誰だみたいなで後ろの2人は2回制覇してるんですよね漆原さんとサスケくんはだからすごい難しいんですよサスケってで俺そういうの見てたらなんかハマっちゃってサスケに。なんか休んでる期間でめちゃくちゃサスケのこと好きになってでその個人を掘り下げる動画を見てたサスケくんがサスケに対する思いとかをインタビュー受けてるみたいな動画見ててでめちゃくちゃサスケに対して熱い思いがあるんだなってでミスターサスケが完全制覇してないってことを最近知って
あの人はサスケが好きすぎるってだけなんだね。そういうのも最近知って、うわ、すげえいっぱいいろんな人たちがサスケに思い捧げてんだなって。で、宮沢ってめちゃくちゃサスケのこと好きになっちゃって、でそしたら今度その制覇してた人たちが失敗してほしくないのよ、1回戦とかで。その1回戦で落ちる姿とか見たくなくて。そうなると今度もういいかなサスケ見れなくなっちゃった俺なんだそのオチ一瞬でサスケ好きになって、うん、サスケ見れない体になっちゃったどうぞつなぎ切った、つなぎ切りましたありがとうありがとう、ラジオネームあつれき、園田さんが考案した、5種類のプリンを加賀屋のお二人に食リポしてもらって、目隠しした園田さんがどのプリンの感想なのかを当てるコーナーがあると思っていたのに、プリンのプの字もなく、デュエマみたいなコークハイとポテトとガパオライス、かっこあとさくらんぼを4人の女に見立てた激ヤバクリームソーダが並んでおり、非常に残念ですいつかロフト9で園田さんが用意したたくさんのプリンを当てるライブを見れることを期待しています。やるわけねえだろ今日ないの、ダジャレ30問30問。おい、もう一個出すなプリンで今やってたんだから聞いたことありますか、園田のダジャレ30問30問みたいな。あ、なんかね、園田が変なスイッチ入ると変な企画持ってきてとんでもない空気になるっていう回が何回かあるんですけど、今日もそれ違う今日は緊張プリンは失敗プリンは失敗、これは緊張ラジオネームなしですね。園田さんに質問です。園田さんは仲がいいまたはお世話になっている芸人さんはいらっしゃいますか。蓮見さんは加賀さんと美術館に行ったり、ゼンモンキーの荻野さんとお茶をしたり、ビデボーイズの赤瀬さんと海に行ったりしたことを知っているのですが、園田さんと芸人さんの交流を知らないので教えてほしいです、もしない何もないようでしたら足のサイズや視力などを発表なさってください。26.5 です。なしいないよね、でもね、芸人さんのね、友達は。うん、今、まあ、うん、いないね。悲しい悲しいけど友達いないもんな、みんなうちのメンバー、ほんと友達いないんだよね。ね、うん、ほんとに同じやつとばっか遊んでるで同じ話して、高校生の時ので帰って、両目はねどっちも 1.5 なんですよえよ、持ってきた話本当ないの、何にも。え、サスケ、おい終わってたんだけどえ、サスケ一本だったので来たのサスケが20分ぐらい行くかなと思ったんだけど、行くわけねえだろサスケじゃん、サスケで20分行くのってもうねえおうおうおうじゃないよあ、まあまあ今日はね、うん、俺の反省ってことで何言ってんのマジでやばいないや初めてだからこういうの、うんうんうん、いや分かる、初めてなの分かるけど、お酒飲んで忘れてよ。オブリビオンって忘却って意味なんですよね皆さんオブリビオン公開ボール飲んで、手が震えてんのよ。これ見ときます一回これ見ときますかちょっとやば、加藤、ちょっと加藤、加藤ちょっといい、加藤、あ、作家の加藤です、あの24時の箱でおなじみちょっとどうしよう、思ったより園田がちょっと緊張しちゃって、なんかちょっとメニュー紹介とかでね、ぜひ換気休憩のサイトさんに頼んでもらえるたび、なんかプレゼンあったらちょっと、うん、そうだよね、ぜひ、ああ、なるほどね、いやあ、もうほらアイスびしゃびしゃの箸とか落としちゃったよ、もうなんだよこれ。ノーザンフライドポテトのノーザンっていうのは一応北部のっていう意味ですね。だからアイスが一応その
北を意味してて、で、スターダストジェントルガパーっていうのは一応そのチーズを僕は星屑と表現してて、そのチーズジェントルってのは優しいって意味なんで、そのプレバトみたい、味が優しいっていう意味に俳句の説明しようみたいなるんですよね星屑みたいな優しいガッパを星屑みたいな優しいガッパをっていうことです本当はもっとねいっぱい作ったんですよメニュー。あー、いっぱいあったよな。うん、あと どんなあったっけ。あのココアにあの生クリームをちょっとの上に乗っけてもらって、生クリーム、ココア、温かいココア出してもらって、それがダークネスダークココアですとかあとは生ハムとクリームチーズ一緒に、うん、あのプレートで出してもらって、うんうんうん、これがアルティメットキング生ハム&チーズ関係ねえじゃんだったりね。あとカレーにオニオンリング乗っけてもらって、うん、オニオンリングをこう2個も乗っけてもらって、こう、うん、丸がこう2つこうなってもらって、これインフィニティワイルドカレーですねおーってねすごいな、こんな緊張してるそのだ初めて見たかもしれない人前でいつもやってなかったことを急に人前でやるってすごいねこういうことを俺たちはやってんのか、うん、経験の差がねちょっと出始めてるのがあんま良くないよな、うん、俺ここでこの間警備員さんと荻野さんともやってるし、うん、そうそう、でラジオも今一人でやってるから、うん、ちょっとずつちょっとずつなんか差が生まれてったら嫌だね。嫌だよ嫌だよそれはそれは嫌だ、すごい嫌だよ。じゃあ今日頑張るしかないな、もうな。そうだね、うん、だからちょっと今からエピソード作る時間とかちょっともらうんでいやあの今さ箱の方だとさ、うん、マジで誰にも言ってない恋愛の話っていうテーマをさ募集しててさ、うん、いろんな人送ってもらってるんだけどさ、あないのそのなんか。あ、俺は告白するされたがマジでなくて、うん、まあ、唯一高校の時にあったのは、うん、うちにね、なんかね、誰も持ってないね、なんか無音で写真を撮れるアプリを持ってるやつがいて、危なそれ作っちゃいけないんだよいや犯罪が生まれるから分かんないよ、そのどうやってるのか知らん、そいつが実際撮影してる姿も俺は見てないから分かんないけど、うんうん、なぜかそいつにあの子の写真ちょうだいって言うと、うん、その子が授業を受けてる写真とかをもらえる。嫌なエピソードだな気持ち悪い分かんないよ、そのどうやってその写真を入手してるか分かんないよ、うん、けどあいつに頼むともらえるぜって言われたから、うん、じゃあちょっと何々ちゃんのを何枚かくださいって言ったら、うん、授業受けてる写真となんか友達と楽しそうに話してる写真5枚ぐらいもらって、うんうん、それで卒業しましたそのまま恋愛の話？もちろんそうそう、この後加賀屋さん来るんだよ。はい、大丈夫そのスタンスでいける？スタンス？その緊張したまんまで大丈夫？いやでも加賀屋さんいるんでしょここに。うん、なんとかなるっしょお前が頑張れよさすがに、さすがに、さすがにプロ2人プロ2人じゃあ俺らもプロになるんだから。ああ、でもそう見せてくださいよって感じ。むずっ、こんなんいますよ舞台上に一人喋るよりむずいなどうやってたっけねラジオってねおかしいな、おかしいなもうすごいね、うん、いやちょびっくりしてるわ、なんかこしらえてくるだろうなと思ってたから、うん、サスケ一本で来てガチガチで手震えて
ポテトもぐもぐしてるお前見る日だと思わなかったから。うまいねポテトは。うまい。なんかメールとかあります？なんで回してんだお前。いやだからどうだな、なんかあるか。いやだから加賀谷さんはだから園田はあんまりあれだよね、喋ったことないよね。うん、どう、やっぱ聞いてみたいこととかある？今いやそりゃっていうかその芸能人とまずそんなに喋ってないから。そうね、その芸能人の先輩として聞きたいことはいろいろやっぱあるよ。いつから食えるようになりましたかとか。うん。俺この間爆笑問題さんあったよ。え？ TBS で。本当に？挨拶させてもらって、俺あの高校と大学一緒なんですよ。そうだろ、田中さんと。本当に？うん、挨拶させてもらったら、あラジオや聞いたよって言ってくれて。嘘じゃん。じゃあ本当なんだって。それ出ちゃった。嘘だよ。よくないぞ。マジで？そう、あのね、なんか人数いっぱい出て喋るラジオドラマやってたねって言われて。ラジオドラマだと思ってたみたい。まあまあでも本当にそうだからな。まあ、会いたい人いないんだけど芸能人。この人に会えたらもうやめてもいいわって。俺は朝日奈央だけど、いる誰か。うーん、わあ、やめてもいい。うん、俺朝日奈央さん会えたらやめてもいい。一回さ、日芸の学祭来たの覚えてる？覚えてる覚えてる。沸騰ワード10で珍しい名字探しに来て、うん、あの朝日奈央さんこう レポーターでいろいろ回って、ね、うんうん、で、俺の友達にあの無着ってやつがな、いて、いる、名字が無着ってやつがいるから、それを朝日奈央さんに教えに行って。ハスミンが一番好きなのに、ハスミンが全然会えないから、そうそうそう、そのみんなでスマホを駆使して、そう、俺今どこにいたぞハスミンっつって、今すぐここに行けっつって走り回って。俺寝てたんだよな。あ、寝てた寝てた。叩き電話で起こしてくれて、おい朝日奈央いるぞって言われて、原付でバーって行って寝癖ボッサボサの俺がね、うん、遠くの朝日奈央とピースして写真撮ってる。あ、懐かしいね。そう、大学の時ね。だいる誰か会いたい人。まあでもな、女性声優。あー、そっか、お前そうだ。誰誰、あ、園田ってね、あれなんですよ、あの LINE の友達、俺の名前とか全部女性声優にしてるんですよ。あの LINE が来たら嬉しいから。母親も女性声優にしてる。なんでだ、気持ち悪いな。それは やだろ、ごっちゃになっちゃうじゃん。ごっちゃになるか。怖っ。母親が女性声優にごっちゃになるわけないだろ。わかんないよそんな。やったことないから。感覚わかる？女性声優の名前で、うん、今日ご飯いるの？いらないよ。わかった、じゃあ先に寝てるね。なんかちょっとだけ寄せているんでね。俺誰だっけ？アスミかな。ほら、アスミなんですよ。ちょっとだけね、近づけて極力近い人のやってんだよな。上原優太とか。あ、でもそれはね、優太が好きな声優さんにした。あ、そっか、上原もね、アニメ好きだからね、うん、そう。え、あ、聞かない。え、女の子のメンバーもしてるの？してる。こいつダウキューマン声優グループだと思ってるじゃん。しんど。この世で一番面白い声優団体ですよ。やだやだ、ほんとやだわ、もう。園田のそういう話はしていいの？全然。うん、別に気持ち悪いことじゃないし。あ、まあまあ全然ね、別に、うん、いやー、でも名前変えてんのはちょっとやばいかもよ。なんで？なんでがおかしいもんだって。いや、それは別に。うん、だからその本当にやばいのは、実は私あの声優さんと裏でつながっててとか、そういうのよ、やばいのは。それファンが嫌がってるだけで。お前の方がよっぽどやばいよ。なんで俺の方がよっぽどやばいんだよ。もう戦いされた。何言っても通じないよ。おかしいこと言うわ。そうだ、可愛いからな。何急に。は？タバコ吸うじゃん。うん。これ言
ダメだった？いいよ別に。今吸ってんのが、なんか大学生の時にタバコを吸い始めた時期があったんですよ、そのだで、なんか俺らはまあちょっとやっぱ尖ってたってのもあるけど、なんか酒タバコなんだよみたいなのがちょっとあったんですよね。なんとなくそのサークルの中の空気感として。でそのだ吸い始めて、で俺に言ってなかったんですよ、まあわざわざ言われてもないから。でなんかね、本公演の会場で外にトイレがあって、その横が喫煙所だったんですよ。で、トイレがね、ドアの前で靴脱いで上がるとこだったんです、そのトイレの中に。だから俺が靴脱いでトイレの中個室閉めてこう、うんこしてたら、園田が喫煙所に来たんですよ、声で分かって。で多分タバコを吸ってるんですよ。でなんか分かんない、これは俺の気のせいかもしれないけど、多分途中で俺の靴気づいたんですよ。で、あ、ハスミトイレに入ってるなってなって、ちょっと声ちっちゃくなったんですよ、その。で、まあまあでも別に気にしないでいいけどなと思って、で俺流してトイレをバチャって出たら、園田が壁向いてタバコ吸ってたんですよ。あれバレたくなかったの？うん。壁向いてればバレないと思って俺ではない、誰かがタバコ吸ってるなってお前が通り過ぎてくと思ってダサいでしょ、タバコ吸い始めが一番。まあな、うん、でも一緒に住んでたから無理だよ、バレるよ。バレてたの？バレてた、バレてた全然。ええー。だってタバコの匂いが上からするんだもん。匂いが来るんだから。匂いか、うん、匂いは気づかなかった、まあ、うち臭すぎたっていうのもあったけどね。臭すぎた、うん、冷蔵庫からとんでもない匂い、とんでもない匂いです。冷蔵庫開けたらだってね、やばい匂いして、チューペットが腐ってたんだから。ありえない、ありえないな。風呂場にネズミ4匹いたことあったし。本当だよ、ネズミとゴキブリとナメクジ。汚い話すんなよ。あ、ご飯食べてんのか。そうだよ、そうだよ。すいません。そうかそうか。ハスミもでも可愛い話一個、ハスミが可愛いというか俺、うん、ハスミのこと好きになった話が一個あるわ。やだな。なんか俺がすごいなんか嫌なことがあって、その日で、うわめちゃくちゃ嫌だなって思いながら、あの汚い家に帰って、うんうん、で結構駅から歩くじゃない、あの家15分ぐらいでしたかな、うん、で暗い道をさずっと歩いてさ、うん、マジ最悪だよと思って帰って、でガチャってやって自分の部屋入ったら、ハスミがガチャって開けて、オムライス作るけど食べるって言ってきて、ああじゃあ食べるって言ったら、ハスミがこうやって小粋なステップでオムライスを作って、おいっつって、で俺はハスミの部屋に招待されてこうやって待ってたら、おいっつって、なんかそのだってすごいでっかいでっかいケチャップの文字、おい食べなって言って、全部忘れた嫌なことその日。あったね、あった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 ね、うん、あったあった。なんかいや嫌なことあった時にさ言いたくなるじゃんやっぱり、うん、でも一回さ大学の時にさ、うん、メンバー抜け、全然大学生の時サークル辞めるって人になった時に、うん、ちょっと揉めたんだよ俺が。あなんだよと思って、誰かと分かち合いたいと思って、うん、下でリビングでお酒持って園田のフロアに上がって、園田2階住んでたんですけど、一軒家にね4人で住んでたんですけど、うん、俺が1階だからちょっと揉め、電話で話して揉め終わって、なんだよと思って園田と一緒にお酒飲もうと思ってお酒持って上上がったら園田がいなくて、うん、で園田に電話したんだよね、うん、でこういうことあってさって話、その話長い、ちょっと今天が洗ってるからその後でいいって言われて、天が飽きんなよこいつと思って、天が何やってんのその時の俺、天が洗ってんだよお前。俺が一生懸命説得とかしてる時に説得してる時に、じゃあそうじゃんってことはふざけやがって。ほんと天が使ったらすぐ洗わないとダメになっちゃいますから。食べてるっつーのご飯。あ、そっか、最悪だ。やめやめ。他なんかいないの、ね、なんか芸人さんで会いたい人がいないの？芸人さんで会いたい人、うわメンバーさん
もえこのまま漫才をやっていくの人に会いたいんだ。好きなんです。これが失礼か。別にいいもんな。いやなんかそれは、いや全員会いたいよそれは。まあね、でも蓮見ほど思い入れのある人がやっぱいないから。そうね。いやそれはバナナマンさん好きだけど、うんうんうん、会って、うん、うわあの時すごいこれ見ててとかもないから。それがあんまできないもんね。うん、メンバーさんは YouTube めっちゃ見てる俺。あ、そうなんだ。そう、100均でなんか、ちょ一応言ってみようかな。え、珍しいね。そうかな。怒ってくんないと。やばい。怒るとその成立しちゃうじゃん。まあまあそうか。気づいてないっていう形にしないと。いや面白いんで。誰かの LINE の名前をそのメンバーのお二人にしてたりはしないの？しないよ。嬉しくないでしょ LINE 来ても。それはそうなの。別に。今ねもうね30分ぐらい過ぎたみたいなんで。あら、そうそうそう。手応えはどうですか今のとこ。うん、気持ちよく寝れそうっす、ね、本当に。酒入ったからだろ。あ、流れちゃった。すごい飲みましたお酒を。換気しなきゃいけないですよね一旦。ああ、そうそう、換気休憩挟んで、あれですね、次加賀谷さん来ますんで、はい、そこでまたということで一旦ここまでですかね。はい、一旦ラジオを閉めます。ああ、そうか、はい、そうかそうか。ダーキマハスミとダーキマソノダととああ、そうか、じゃあいるからさ。じゃあいるんだもんだって。こうなるから俺、目で見えたもの。こうなるんだよ。え、緊張してる時は。なんで視野広いやつがミスるの。大丈夫本当に。今のはねパスですよ。嘘つけ。はい、大輝のハスミと大輝の園田でした。ありがとうございました。